なんで寄せとるんですか、ほんとにこの男は。来た。お、でっけ。うわ、でかい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 。やべ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 。はやとチャンネル。グンナイマスさん。眩しい眩しい。近い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 。近い近いこんばんは。こんばんは。今日は雨は降りません。ああ風も吹かないですね。いやー、そろそろぶっ飛ばしますよってみんなに言ってたね、本当に。ね、雨の中病気になっちゃいますよ、本当に。釣れませんよ。なんでですか。晴れたら釣れませんから、マスさん。おっかないこと言うんじゃないよ、おっかないことは、あいつさん。今日は何を狙って。僕は自分で食べたいゴンズイを最初狙います。あ、すごいですね。ゴンズイフライこの前食ってましたね。うん、うまいっすよ。うまいっすか。非常にうまいですね。じゃあちょっと夜のうちはゴンズイをパパッと釣っちゃうと。パパッと釣って、あとは、うん、朝はカマス。カマス好きですね、マスさん。好きじゃないですよ、あなたが好きなんじゃない。何言ってるんですか。教会の幹部ですもんね、マスさん。それはあなた、カマシリ教会の。僕はサビギでアジですか。アジ、いや、アジイワシでいいです。イワシ、はい。じゃあいろいろ狙っていきましょう。楽しませてもらいましょう、はい。さあ、どんなドラマがマスさんに今日はやってくるのか、うん、デコったりしてね、皆さん楽しみにしてください。はい、じゃあ準備していきましょう。はい。またいい竿ばっかり持ってんだよね、マスさんね。なんでそういう悪いこと言うんですか。みんな30年ぐらい前の竿ですよ。30年前ってマスさん生まれた頃じゃないですか。そうですね。よちよち歩きの頃。それこそ育って待ちよって言わないといけないんだな。70になるまでみんなよちよち歩きですよ、マスさん。死んでますよ、そんな年だったらもう。餌は青磯目とこれです。生意気くん。重りの数字が見えないんですか、マスさん。違う、重りの数字書いてあるなんでしょ、はい、あれがね、潰れちゃってんですよ。ああ、モーパイでやってください。これまで培ってきた釣りの経験で大体わかるでしょ。いいピンしかわかんないです。いや、マスさんぐらいになったらわかるでしょ。コロッケ今ちょうど何グラムとか、うん、一握りで肉のグラム数とかわかるんじゃないですか。このエビと青磯目をね、一緒につけるわけですよ、このブラクリに。そのデパート前の海みたいじゃないですか。技のデパート。マスさん腕上げましたね。さらに腕上げてました、ね、意味がわからない。研修受けたんですか。研修ですよ。これでますよ。知ってこい。当たりませんか、マスさん。いや、何も何も。おかしいですね。軽く。これはちっちゃいだろ。あ、ちっちゃいですね。ちっちゃいけど、ちっちゃいけど、とりあえず一匹。とりあえず本命。本命。本命。危険な本命。ナイスサイズ。この方が硬いですよ。ナイスサイズですね。海玉です。もうナイスサイズ。ね。ちょっともうこれ以上近くに。いや、しないでしないで。やめてください。お、来た来た来た。マサ、これはいいわ。来た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 。来ました。来ましたね。決して僕にぶつけたりしないでください。いつものこと。ね、引きですね。このラインで当たりを取るんですよ、マサ。ラインがこう斜めにね。流れたら、お、来たっていう。でも、ラインが斜めに行くと同時に竿が跳ねますからね。トントントンと叩いてですね。うん。叩いて、1、2、3でピュッてやって。来た来た、はい、ダブルヒットじゃないますか。ちっちゃいっす。ダブルヒット。こっちのは？ちょうどキープでしょ。うん。A サイズですね。うん。今のダブルヒットでしたね。ダブルヒットでしたね。寄ってきたんじゃないですか。うん。お犬に釣られ。そう、最初ね、何分かね、釣れないんですよ。何分釣ってたって、まあ5分以内には釣れますけど、ね、そうしたらもうあとはもう入れ食いですよね。うん。なぜか寄っちまえばね。そう、重さが、うわ、でっけ。
今日一の重さが。なんかだんだんでかいねやつ集まってきません？いや、なんだろうね。でっかいもちっちゃいも混じりみたいな感じするよ、まだ。マジですか？うん。まあ、冬になればね、もっとね、うん、脂肪蓄えますけどね。ね。来た。うわ、でっけ。まさ。うわ、でかい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 。やべ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 。ほら。うん、ええ方じゃないですか。これ、ええ方だ。うわ、怒ってる。なかなかこんな立てることないですね。え、頭きとるんですよ。ねえ。よう釣りあったなって。これ立ててるよ、ほら。うん。まさか俺を食べる気じゃないだろうなって。言ってるんですよ。食べますよ。僕にはご馳走にしか見えません。今日一日終わりになるからね。うわ。それだけは注意してくださいね。今日という日が終わってしまうじゃないですか、うん、今日一日の楽しい一日が台無しっていうか終わりになりますから、ね、このトゲはね必ずね海にポイッと捨ててください。毒針なんで危ね。ドルフィンキックでね刺しに来るんですよ ね。あ、落ちちゃう。しゃ、これでやっと針が外せると。で、ほんといいとこにフッキングするんですわ、こいつが。あの、いわゆる缶抜きのところにね。ね、缶抜きのところにね。缶抜きに必ずかかるんですよ。どういう食い方しとんのかなと思いますよね。確実に合わせてんだけどさ、うん、やっぱ缶抜きなんだよね。はい。いいですか？はい。ありがとうございます。はい。来た来た。おお。お、エフシーのリストロじゃないですか。なんで寄せとくんすか。本当にこの男は。本当に。意識のうちにそこの意地悪。だってマサ、ゴンズイ好きって言ったから。危ない。そういう意味じゃないんですか。ね、片手で行こうとするとねやられるからね。そうです。必ずしっかりと舐めちゃダメ。ほら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 。これメゴチバサミちょっと短くないですか、マスさん。え、短くないですよ。視聴者は待ってますよ、ハヤトさん。何がですか。どういうことか分かりますよね。ダメダメ。P ライン絡んじゃって一緒に。待ってますよ。待ってませんよ。待ってませんよ。痛えってなるだけじゃん。ハヤトさんのおっぺけプレイを待ってますよ。何言ってんすか。ちゃんと切ってくださいよ。おれ。なんか前よりビビってますね。ん？教えて！マサさん！ここをつかむ。ヒレの前、頭、うん。ここをつかんでこうやってやる。うんうん、ちょんちょんちょんって、うん。ちょっとやりやすいから。うん、この頭を。うん、あった？はいはい。僕は待ってますけどね。何ですか？林さんが。いやいや、何言ってんすか？マサさん、ずるいですよね。まず一回自分が刺されれば別に言ってもいいですけど。何が？俺刺されないもん、絶対。林さん、うわすげえ。何言っとるんですか。絶対僕刺されませんよ。もう僕はもう刺された瞬間に林さん、帰るよ終了って言いますから。あ、来た。おお、おすげえ。危ねえ。超でけえ、まさに今日一じゃないですか。でかい。いいっすね。ほら。え、それいいっすね。何センチだ。これ結構ですよ。片手じゃ収まらないっす。あ、しちゃってください。全部ない。餌を取られた。何すか。よし、乗った。あ、ん？乗った。何すか、何すか。何すか。何しょうあれがな。本当に。入りまーす。おー、入った、入った。ふざけた釣りじゃないで。入りました。本当に。
さすがゴンズイ外し名人。バカにしてますね、本当に。じゃあラス1いきますよ。ラス1やってください。おお、早速来た。入りまーす。あ、入れた、入れた。入った。うわ、でかい。優秀の美を飾りますね。でっけえ。危ない。ゴンズイです。これはね、今日フライにして食べたいと思いますんで、3枚ねおろしていきます。トゲのね余りがね、まだ毒がねある可能性があるんで、さっきねちょっとしびれましたけれども、ここね気をつけていきたいと思います。綺麗なね、白身ですね。でね、3枚におろして皮を引きます。まずね、3枚におろしましょう。3枚おろし、ちょっとね、こう下にね、グッと押しながらね、こう反ってるんでね、反り返してるんで、こういう感じでね、グッとちょっと角度をつけてね、背骨に沿って3枚におろしていきます。綺麗な白身です ね。ここね、腹骨ないんで、もうね、皮を引いていきます。皮がね、癖があるんですよね、食べた時のね。だから皮を引いた方がいい。はい、ゴンズイのね、下処理できました。めちゃくちゃ乳白色で綺麗ですよね。ほら、刺身で食ってもね、うまいです。醤油ポン酢でね、今回肝は処分しましたけど、以前はね、肝と一緒に肝醤油で食いました。肝もね、すごい美味しいです。今回はフライをね、作ってみたいと思います。これは水溶き小麦粉に塩コショウしてます。はい、できました。じゃあゴンズイね、早速食べていきたいと思います。見た目からはね、想像できない美味しさなんですよね。あとね、毒がねありますんで、トゲにね、それは釣ったらすぐにね、取るようにしましょう。じゃあいただきます。今回はポン酢でね、いただきたいと思います。いただきます。うん、全くね、癖のない白身。アナゴとかね、そっち系に近いんで、なんていうんですかね、皮にね、ちょっと癖があるんで、皮は引いて、今回フライにもね、してます。ただ、煮付けにするときはね、皮をつけたままやった方が、皮がね、コラーゲンでね、とろっとしててね、うまいんですよね。今回煮付けしてませんけれども。うん、ネギとの相性バッチリ。うん、これ絶品ですね。はい、続いてフライね。フライは初めてやりましたけれども、これはどうでしょうかね。少しレモンを絞って、ゴンズイのフライです。ゴンズイフライ、うまい。
うん、身がすごくしっかりしてます。思ったより癖ないね。めっちゃ癖ない。持って帰らないっていうね、選択肢がもはやないですよね。うん、これはね、ゴンズイだって誰もわからないと思います。うん、で、はい、ということでね、今回ね、一緒に行ったマサさんが冷凍庫にゴンズイがもうなくなったんで、またストックしたいっていうことでね、ゴンズイ釣りしました。で、これ引き続きね、別のね釣り、これからカマス釣り入っていきますんで、次回もね、ぜひ見ていただければと思います。で、ついでにゴンズイ料理ご紹介しましたけれども、バリクソうまいです。ぜひね、これ食べてみてください。ゴンズイがね、食料危機救うんじゃないかと思います。毒魚だけれども全然安全なんで、正しい処理で食べてもらえればと思います。はい、今回も参考になっていただければ幸いです。それではまた次の動画かます、ご覧ください。しゃかった、もうこれも早く巻くしかないね。Hello, Channel!